豆腐のさ柔らかさがさおかしい。ちょっとやばいかも。そう、なんかね、ダメかも。もう無理かもしれない。越做越好吃じゃないって。じゃないっていう感じ。そうそうそう。今日は臭豆腐を食べに来たんだけど、なんかちょっと変わった臭豆腐らしくって、あの前夜市の動画を撮った時に臭豆腐を食べたのね。それでそのいろんな人のコメントの中に、ここの臭豆腐は台北で一番臭くて、なんかちょっとチャレンジしてくださいみたいなことを結構コメントで書いてあったので、ついにやってまいりました。ハンジンさん、台湾の人も臭いっていう臭豆腐にどれだけ耐えれるか、うん、チャレンジしてみたいと思います。じゃあレッツゴー、入りましょう。到着しました。看板メニューがそのフライのやつと、うん、これとこの3種類らしい。リャンバンって私食べたことない。冷たい臭豆腐。あ、ってこと？チンゼン食べたことある？ない。チンゼンかなり臭い。本当？そう。でもなんか見た目美味しそうじゃない？チンゼンはなんかもう匂いがすごいブワってくる感じ。そう。とりあえずフライのやつで普通のやつと臭いやつを選べるっぽくて、臭いやつにしてみていい？うん、いいよ。あとこれヤンバン臭豆腐と、え、これがちょっと気になる。チョアンラーマーラーは、チョアンラーかマーラーどっちがいいかな。ほら、わかんない。チョアンラーとマーラーの違いってなんかあんの？チョアンラーのが値段が高いから、まあ、これにしてみる。どっちでもいい。オッケーオッケー、こんな感じでいいか。まあ、とりあえず今まだ5時になってないくらいだけど、結構混んでるね。混んでるね。恥ずかしい。撮影にさ、いまだに慣れなくない？慣れない、うん、これ普通のゼンちゃんの臭さだったよね。普通のやつからいこう。ヤンバンのやついただきます。はい、いただきます。なんか待って、豆腐のさ柔らかさがさおかしい。待って、柔らかい。やばい、わかんのかな。やばい、ちょっとやばいかも。そう、キワちゃんでダメだったらダメかも。で、これマジでダメかもしれない。そう、マジで臭い。あ、マジで臭い。うん、なんかね、ダメかも。見た目がさ柔らかいじゃん。臭さが増してそう、うん、これでさ普通の臭さだったよね。うん、この上のやつは何？なんかちょっとふりかけみたいな感じ。ちょっとやばって、待って、やばいかも。でしょ、この匂いで、ここの距離でやばいかも。え、待って、無理かも。そう、そうなのよ。いや、もうちょっと小さくしてみて。やばい、食べるの断念しそうなレベル。なんか見た目さ、ちょっとチーズっぽくない？青カビチーズっぽい。わかる。なんか青カビチーズ好きだけど、これちょっと台湾のブルーチーズ的な。いや、無理。これマジで演技じゃなくて結構無理かもしれない。ごめんやけど、あ、これ油断とかの匂いせん。なんかおおおこれやばない？ちょっと食べただけで、私これ無理、本当に。そう、無理なんよ。本当に無理。え、あ、えとか言って。やばい。だって私結構さ、臭豆腐好きの日本人と思ってさ、自負してたわけ。で、全然いけるっしょみたいな。普通の人より、日本人の人より結構食べれると思ってたんだけど、これちょっとダメかもしれない。ごめんなさい。一発目からこれ、一発目からこれやばいよね。これって台湾人で好きな方いらっしゃいますか？でもザオパイだからだよね、うん、どうしよう、ごめんなさい。マジで食べれなかった。マジでごめんなさい。いやー、これ私今まで食べた臭豆腐史上最強に。てかもう臭豆腐史上の話じゃなくない？人生で食べた中でマジでこれが一番ダメかもしれない。
箸のさ、くっついてるやつも取らないとマジで無理レベル。ちょっと待って、洗礼を受けたかもしれない。気を取り直して、新鮮私は食べれるのは知ってる。食べたことある？あるある、結構頼む。あまずさ、豆腐のさ質感がもう全然違うじゃん。違うね、確かに。なんかさっきのネチョって感じじゃないし、普通に硬い感じ。これは全然大丈夫、いける。でもちょっと苦味があるかな。サーの臭豆腐もダメなら、これどうなんだろうな。そんなに臭くない。あ、本当いける、うん、いやこれは美味しい。美味しいよね、うん、匂いなのかな、豆腐の質感がダメだったのかな。これは匂いかな。あ、なんか食感はちょっと チーズと思ったらそんなもんじゃない。あー、相当きついチーズだよ。台湾パンのチーズ。でもさ、他の人見てさ、ティアンパン頼んでる人いなくない？確かに。みんなザーじゃない？台湾人からしてもこれはレベル高いんだ。ね。もう気にしないんだって誰かにあげたいよね。もったいない。そうそう、もったいない。うん。本当申し訳ない。じゃあ続いてツァンラー行きまーす。美味しそう。なんかこの間さ、のさゾンビーで食べたやつともまた違う感じね。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。うん、なんか火鍋食べてるみたい。じゃあ絶対好きだわ。ね。美味しい。美味しい。これさ、これまあまあの感じしないよね。ラーはあるけど。最近臭豆腐食べた？家するから食べてない。で自分でさ、お家で頼む。あ、ウーバーで。うん、たまに頼む。でもザーだよ。あ、ザーか、それかマーラーヤーシュエの臭豆腐か。たまになんか食べたくなる。そうか、もう台湾人だね。いやと思ってたけどさ、これが無理だったから。これ食べれてこそ台湾人なんだ。台湾人。やっぱマーラー好きだわ。うん。前なっちゃんが言ってたけどさ、うん、日本人の人マーラーの臭豆腐だったらいけるんじゃんみたいな。よくよく考えてみたらそうな気もする。そうだよね。うん。なんか結構さ、マーラーのさ火鍋の中にさ、臭豆腐入ってるの知らずに食べてる日本人とかもいるな。私もそうだったもん。最初気づかずに、うん、これ臭豆腐なのっていう感じで食べてた。じゃあラストいく。これがあれ、臭さ倍増のやつ。仕込みをさ事前に見てきたの。うん。臭豆腐通の人じゃないと。この味の良さは分からないみたいな書いてる人結構いて、めっちゃ初心者なんですよ。そうそうそう、大丈夫かな。てかさ、この感じさ大丈夫よね。なんかさ、いつものザーと違くない？ザーと違うね。ちょっとだっていつものザーってこっち系じゃない？こういう感じだよね。そうそうそう、なんか柔らかくない？大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっと待って、匂ってみるわ。違う臭さなんだけど。え、これよりさっきのより。それより。マジで大丈夫かな。うわ、うん、もう食べれる。食べれるんだけど、いつも食べてる臭豆腐の豆腐の硬さじゃないから口の中が戸惑ってる。これは臭豆腐なのか。匂った時よりは、うん、臭みを感じない。なっちゃん頑張れ。なっちゃんならいける。待って、いや、今まで食べたことある揚げた臭豆腐となんか違う。全然違うね。なんか豆腐の種類が違う。うん、でも周りはさ、すごいなんかサクサクしてて美味しい。あ、そうそうね、揚げ方は良い。でも臭い。臭いね。这个豆腐跟这个豆腐的那个种类是不一样，不一样的豆腐，不一样的煮法的，不一样的东西、啊。因为我选扎臭，所以这个吗？还是扎豆？扎臭是炸的扎臭，不是真正的扎臭。哦。就是前面一个扎臭的词是炸而已，其他都不一样，还是一样的味道东西。哎、欸，让我忙しいみたい。忙しい。携帯見る。このさ、四つの中でさ、どれが一番好き？ツァンラー。あ、私も、うん、普段だったらこのザーを選んでると思うんだけど、うん、このお店に限ってはこれ
ファンラーが一番美味しいかな。うん、食べやすかった、ね、食べやすい、うん、もうちょっと初心者向けではないかも。初心者でこれ食べたら多分違う世界に行っちゃいそう。正直さ、結構長く台湾に住んできてさ、大体は食べれるっしょとは思ってたけど、うん、また違う壁にぶつかった感じ。そうね、みんなの意見聞きたくない？台湾人の人もこれは食べれないっていうのか、それ全然余裕だよっていうのか、普通に気になる。あれマジやばい。うん、普通に塩ビ、塩ビじゃなくて普通にやばかった。チャレンジするのでさえ嫌やったもん、さっき。コメント見た時に、うん、全然いけるでしょと思ったけど、想像を超えた臭さではあった。そうね、さすがみんな台北一臭いっていう、なんか名が通ったお店なんだなみたいな。あの師範大学に行ってた時に一個例文があって、臭豆腐ゆえ臭ゆえ葉を臭、臭ければ臭いほど、あ、臭豆腐って美味しいものなんだなって私の頭の中ではあったのね、うん、でもここのは臭さのトップオブトップすぎて、臭すぎても私の好みとはちょっと違うのかなって思った。ゆえ臭ゆえ葉を臭じゃないっていう、じゃないっていう感じ。そう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 、まあいい経験になった、うん、うん。またおすすめあったら教えてください。ファンタイとスターは綺麗に食べきりました。ごちそうさまでした。ちょっとリャンバンは本当にごめんなさい。ごめんなさい。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。